ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は近鉄新大宮駅から徒歩すぐの場所にあるきれいに改装された 1LDK の賃貸マンション、岡田ビルをご紹介させていただきます。まず、最初に紹介させていただくのはこちらですね。本当に広々としている LDK のスペースとなっております。こちらですね、リビングの奥のスペースにこのように、オープンタイプのキッチンがございます。キッチンは、こちらも改装されておりまして、3口のガスコンロがついているシステムキッチンとなっております。収納の方も上とそして引き戸タイプの下としっかりとございますので、お鍋なども十分収納していただけます。また、後ろですね、冷蔵庫などを置いていただくスペースもしっかりと用意されておりますので、こちら非常に使いやすいキッチンとなっております。またこちらの、リビングのスペースもですね、広々としておりますので、ダイニングテーブルを置いたりソファーを置いたりして、くつろぐことができます。そしてこちらのリビングのスペースにはこのように、エアコンの方が最初から1台ついております。こちらも十分使っていただけます。そしてですね、こちら、リビングの隣には洋室がございます。こちらはですね、主に寝室として使っていただける洋室となっておりまして、先ほどのリビングもそうなんですけど、こちらからですね、このようにバルコニーに出ることができます。こちらちょっと窓の方が特殊になっておりまして、二重サッシとなっておりますので、このようにですね、2つ開けていただければこのようにバルコニーに出ることができます。お洗濯物も十分に干していただけます。そしてこちらのお部屋には収納がたっぷりとございまして、まず1つ目はクローゼットタイプとなっておりますので、丈の長いコートなども十分かけていただけます。そしてその隣にはこんな感じで、便利に高さが変えれる、収納棚の方がついておりますので、置く物に合わせて高さの方を変えていただける便利な形となっております。それでは水回りをご紹介させていただきます。その前にですね、こちら、ちょうどキッチンに入るところなんですけど、こんな感じで収納もございます。そしてこちらがお手洗いとなっておりまして、お手洗いもウォシュレット付きに改装されております。そしてこちらが水回りですね。まずは独立の洗面台がございまして、そして洗濯機の方ももちろん室内に置くことができます。そしてお風呂の方もこんな形でゆったりとくつろげます。もちろんシャワーなどもついております。水回りを出ていただければこちら玄関のスペースです。玄関のすぐ横のところにこのようにモニター付きのインターホンついております。こちらはですね、1階共用玄関のオートロックと連動しておりますので、防犯性もバッチリなお部屋となっております。そして玄関のスペースですね、しっかりとスペースございますし、こちら開けていただければ下駄箱もございますので、靴もすっきりと収納することができます。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のもてなし奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。